鉄道総合システムインテグレーターとして車両製造から運行管理システムまで幅広いサービスを提供する日立。そのシンボルともいえる街が日本にありました。東京から新幹線でおよそ4時間半さらに電車で10分、やってきました山口県南東部にある下松市。この地名を聞いてピンときたあなたはかなりの鉄道ファン。そう、ここには日立が電車を製造するための一大拠点、日立製作所交通システム社笠戸事業所があるんです。サッカースタジアムおよそ9個分、52万平方メートルの広さを誇るこちらの事業所は、さまざまな電車が作られるマザー工場。国内だけでなく通称 IEP の車両製造を手掛けるなど、世界の交通システムを支えているんです。それではこの事業所で行われる作業を簡単に紹介していきましょう。まずは車両のボディを組み立ててから塗装をする鋼体組み立て、塗装、電気系統や空調設備などを巡らせる配線配管作業、そしてエアコンや座席、つり革などの偽装作業、最後に出荷する電車の品質に問題がないことを確かめ電車を送り出す品質保証発送、作業中に排出される CO2、 電力消費量、化学物質使用量などにも常に気を配りながら、お客様のもとへ安全で乗り心地よく環境に配慮した電車を送り届けているんです。およそ1500人のスタッフが一丸となって目指すのは世界一のマザー工場。それでは笠戸事業所で実際にどんな作業が行われているのか早速見ていくことにしましょう。こんにちは、車両製造部の永井です。今日は私がご案内いたします。こちらの方へどうぞ。おっと、声をかけてくれたのは笠戸事業所車両製造部の永井光正さん。勤続年数25年、車両組み立て作業のエキスパート。これだけ広い敷地内、その頼りがいのある背中についていきます。というわけでお邪魔したのは組み立て工場。しかし永井さん、この吊り革床に取り付けられていますよ。こちらの電車の天井に内装部品を取り付ける際は、このように車両をですね、上下逆さまに回転させて取り付けています。むむむ、そうでしたか。なんと工場内では電車を一度反転させてから天井部の取り付けを行っていたのです。ちなみにこの反転作業は先輩方から培った技術です。まあ、天井が重たい構造においてはこのような取り付けを行っています。なるほど、確かに上を向いて作業するより下を向いて作業する方が効率が良さそうです。この工場では車体に部品を取り付けるだけでなく、取り付ける部品そのものを組み立てる作業、アウトワークが行われています。車両を支える台車、そしてトイレなども工場内で組み立てられ取り付けられるのです。ちなみにこちらの空調装置もアウトワークによって作られる、メイドインカサド。完成後は屋根の上にドッキング。お客様の安全を預かる電車の製造では、どんな小さな工程のミスも許されません。締め終わったボルト一つ一つにもペンでチェックをつけて安全を確認します。よし。このようにですね、車両に取り付けられる一つ一つの部品、たくさんの技術を結集して車両は完成へと近づいていきます。こうした職人たちの技術を大切に継承していくため、笠戸事業所には技術研修校があります。工場で働くスタッフは入社1年目にこの学校に通い、理論と実践両方から職人としての技術を身につけていくんです。さて、工場では新幹線の組み立て作業が始まっていました。
運転室は多くの配線が集まる頭脳部分。つなぎ間違いやミスが起こらないよう、電線一本一本に電線番号とどの位置に取り付けるかを示したポジション番号を明記し、2人がかりで入念にチェックしていきます。 125M-2、はい、11番 126M-1。 こうした様々な工程を経て組み立て作業が完成するまでにはなんとおよそ2ヶ月。ドア、冷房など1両あたりおよそ3万点の部品と4000本を超える配線配管を一つ一つ丁寧に取り付けていくんです。どうでしたか、我々のものづくりは。このように愛情をたっぷり込めて車両を作ってます。技術者の皆さんの熱いハート受け取りました。さて次回は丹精込めて作られた電車たちがあんな目やこんな目に。怒涛の試験で様々なチェックを行う品質保証、電車たちの運命はいかに。さらに別れの時、この事業所を飛び立っていく輸送にも大密着。というわけで電車の作り方後編もぜひお楽しみに。